も皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回、改訂版としてお届けいたします。平井大さんの代表曲、Slow and Easy。こちらの曲、このウクレレで簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はですね、2016年に、まあ、つまり4年前に一回やってるんで、一回ちょっとさらにわかりやすく、さらに簡単に。ガズレレレ改訂版で、2020年改訂版でお届けしようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレレシンプル簡単バージョンやります。後半はかっこいいバージョンで、このリズムですね、やっぱりあのかっこいいリズム、さらに表現力増してかっこいいバージョンやってみましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、いつも聴いている曲、カラオケで歌ったりする曲を、こんなね、楽器演奏までして自分で弾いちゃう弾き語り始めましょう。これは本当に楽しくてハマります。とはいえ楽器が苦手なんですとか、私きっと音楽の才能はないんだよねという方多いんですけど、ウクレレだったらすぐできます。弦も4本だし、ちっちゃいから、いつでも持ち運べてるでしょ。だからソファにパッと置いとっていつも触れるっていうのもあるし、簡単なんですよ。簡単。だけど始めたらわかる。奥も深いですよ。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。はい。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者リストをここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっつーまにできるようになります。こういうことでもうどんどん今盛り上がってるんで、ぜひ皆さんも始めてください。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料を始めましょう。じゃあリンクあります。初心者リストはここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうすでに1000曲以上簡単ウクレレレッスン動画としてすでにアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもかんでも簡単にしてウクレレで弾いちゃおうということでやっています。さっきのリンク先のところに行くと、曲名検索、歌詞名検索とかジャンルボックスからいろんな曲探せるようになってますんで、お気に入りの曲どんどんやりましょう。それでは早速行ってみましょう。平井大さんの Slow and Easy、 まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4。さんの Slow and Easy ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでやっております。フルでやりたい方は自分でどんどん2番の歌詞とか書いていってください。コード進行は一緒。これやっぱ雰囲気込めてハワイとかビーチとかそんなイメージを持ってこうゆったりやる
これウクレレにぴったり、本人様のプロモーションビデオにもウクレレ弾いてるシーン出てきますけどね。やりましょう、どんどん。はい。で、やっぱ書き出すのがいいと思うんですけど、ちょっとその前に、この、リッドミュージックから出てるこっちの緑色の本に、このスロー&イージーの楽譜もあります。ここにスロー&イージー書いてある。こんな感じです。はい。超シンプルな楽譜なんですけど、これをね、こう、見せてもいいんですけど、どうせだったら私が書いた方がね、価値がある、価値があって面白いでしょ？はい。私も手書きのノートを見ていただきたいと思います。もう汚い字で申し訳ないです。これ4年前に書いたやつだからね、まぁ、ちょっと今より字が雑いんですけど、まぁ、これ参考までに。こうやって書いていくのがいいと思います。はい。参考まで、これね、今口笛のところ、ちょっとね、口笛ね、吹くのに難しいキーですね。でね、ちなみに本人様と同じキーなんですよ。だから CD とか音源と一緒にセッションもできます。はい、じゃあメモっていってください。もう超シンプル。ただしやっぱこれ歌い方っていうか歌のタイミング、ムード、歌のムードがちょっとね、まあ難しいというかかっこいいところなんですけどね、あそこ掴み取ってください。なんとか。はい。一時停止で書いてくださいね。ちょっと分かりづらいという方は動画のテロップを一時停止で、メモってもらってもいいと思います。はい、ここ B メロね。すごいシンプルです。じゃあここサビ。はい。で、出てくるコードは、この、1,2,3,4,5 個です。はい。C と A マイナーと F と G7 と D7 のこの超絶入門コード5つでやります。でも今日せっかくですから一応これをシェアしておきたいと思います。ガズレレ必須コード。ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で仲良しのもう助けてくれるコードのグループがあるんです。それをガズレレ必須コードと私が名付けてるんですけど、10個あります。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本で押されるコードもあってめちゃくちゃ簡単。だけど10個覚えるにはちょっとコツがいるんで、それをが私が動画で解説します。ここにリンク貼ってきますね。お時間ある時にぜひこの10個マスターするとすごくいいですよ。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説。どんどん入っていこうと思います。かっこいいバージョンは1個の提案で、G7 ってさっきやったコードを G というコードに置き換えてやってみようというふうに思います。G というコードはちょっとね、もちろんちょっと難しかったら G7 のままでも全然 OK ですよ。ただ1個の、ちょっとお試しとして G っていうのはこことここ。こういうふうに押さえます。こんな感じ。はい。人差し指が一番上。中指が1弦。これがね、結構ね、いいと思うんですよ。G ということ。はい。もう一個の押さえ方としては、この三つをこう制覇して、この指で押さえ、ちょいと立てる。四弦を押さえないですよ。はい。G。今度のかっこいいバージョンは G でやってみます。ちょっと難しかったら G7 でも全然問題ない。かえって G7 の方がちょっとハワイアンっぽい感じ、砕けた感じでいいとは思うんですけど、一応 G の、かっこいいバージョンでは今回は、やってみようと思います。じゃあ、こっからかっこいいバージョンのリズムなんですけど、リズムはですね、やっぱね、こう軽やかなシャッフルの8ビートなんですけど、ちょっと16ビートっぽいチャが入るという、なんかちょっと微妙な感じです。前半はこんな感じ。おーまい、心地いい風と、じゃん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 。はい。で、途中からチャを入れるんですけど、そのチャの位置が問題で、普通だったら、じゃんちゃっちゃん、ちゃっちゃちゃん、ちゃってなるんだけど、半分しかチャを入れる。こんな感じ。普通のチャだと、じゃんちゃっちゃんちゃちゃっかじゃんちゃっちゃんちゃちゃに対して、このスロー&イージーでやるチャは、じゃんじゃじゃちゃっかじゃん、じゃんじゃかちゃっかじゃん。こんな感じでいきたいと思います。これでこう、シャッフ、ちょっと跳ねてるリズム、なんかこう、ゆるい感じでね、やっぱやりたい。体揺らしながらやってみようと思います。ちょっとな、ワンフレーズやってみましょうか。じゃんじゃじゃちゃっかじゃんじゃかちゃっかじゃん。こんなイメージのリズムです。ちょっと大きなスケール感という感じです。なんで、思ったよりこうゆったりな感じが表現できると思います。ちょっとやってみましょう。そういうわけで、こう、ゆったりリラックスした、このビーチにね、こう、なんかこう、寝そべったりしてるイメージで、こう、物思いに吹けながら、こう、ゆっくりやれで歌いたい曲でございます。そんな場面、イメージしながらやってみましょう。いきます。スロー&イージー、平井大さんスロー&イージー、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる!1,2,1,2,3,4
にあるよ。前だけ見てたら愛すべき人や風景に気づけないから。 Now Let's take it slow and easy together。 君と流れる海は好きだって。太陽はいつもより眩しくて、幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだってきっと。なんでもないありふれた朝も、苦しくて眠れない夜も、この先どんなことがあっても Always 幸せはここにある。あのスロー&イージーガズレレリューかっこいいバージョンやっていました。あーこうビーチでね、のんびりこうハンモックに揺られてコロナビール飲みながらこうやりたい曲ですね。リラックスして、はい、これはウッドウクレレでやりたい気持ちがいいんで、ぜひ皆さんあのゆったりね、ゆったり気分でどんどんやりましょう。ありがとうございます。さあガズレレ最新情報、このウクレレ、このウクレレベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ、これですね、今予約、事前予約中もできるものとできないものがあるんですけど、ぜひ皆さんここのサイトチェックしてちょっとご覧になってください。これはいいウクレレですからお願いいたします。あとねレシピがあります。ガズレシピ、ガズレシピ何のこっちゃって、これねアプリなんですよ。ガズレレの楽譜とかこういろいろ便利なものこれからもどんどん構築していくんで、ひとまず、無料版だけでもあの落としておいてください。皆さんのスマホとタブレットにこれからどんどんねこれもね回転していきます、ね、お願いいたします。イベント情報、はい、2月16日明日川口でガズレレイベント開催。ウクレレ持ってきてくださいね皆さん。もうすでにもう多数のご応募をいただいておりましてですね、明日は本当に楽しいことになります。もう100人超えてますからもう大合唱です。それこそあとは8ビート特化したちょっとねすごいことやりますんで、これまだ間に合います。来てください。明日、川口で待ってますよ、イベント。お問い合わせは島原楽器店さんまでお願いいたします。あと、その後、イベントもだんだん続きます。こんな感じでね。はい。水戸行って、佐賀行って、葛西。はい。まだまだ続きます。すべてのお問い合わせ、島原楽器さんまでお願いいたします。はい、で、さっきも出てきたこの本。これももうバンバン。これももう、そろそろ2つで5万部到達しそうな勢いなんですけど、これもご活用ください。とにかくこの楽譜は分かりやすいんですよ。簡単で楽。とにかくもうそれに尽きる。はい。はい。楽譜本です。はい。あとはですね、まあ本当いろいろあるんですけど、とにかくガズレレドットコムで全部チェックしてください。ガズレレドットコム。ここ見といたら間違いないですから。ガズレレリンクもここに貼っておきます。やっぱ音楽は聴くよりやる方が楽しい。どんどん送れる皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。さようなら。